伝やねん。うん、これ何ハラスメント？トツハラ。トツハラ。ほんまに言っただけやで。怖っ。いやな、うん、あのな、うん、血液型好きやん、うん、血液型の話好きやん、うん、それの話で、うん、なんかあまりにもそうやって人を決めつけていく人をブラハラっていうねんな、うん、ブラッドハラスメント、うんうん、じゃあマルハラって何か知っとる？マル？うん、マル？マルハラ。マル？何マルって考えてやん。マル？この人、ま、今ブラハラって何か知っとるって言ったらさ、なんて言った？ブラザーブラザーハラスメント何でもハラスメントすなや言うて。マルハラって何？何やと思う？マル？うん、またの名を。マル。マル。お金、お金や。違う違う、丸。文章の最後に丸をつけたら、うん、それだけで怖いイメージが持たれてしまうって若者から言われる。どういうことですか？だから若者がそれは丸ハラですよって言うね。え、文章、お疲れ様です丸があかんねんて。文章の最後に丸つけたらあかんの？あかんねんて。誰が決めたの？丸ハラやって言われる。文章の最後には丸をつけましょうって国語の時間に習いましたけどね。言われるねん。嘘やん。私結構丸つけるで。いや、私もつけるで。なあ。あのな、あの、マネージャーさんに連絡するときとかな、うん。なんかつけなさ、そこで話終わったって分からへんかなと思ってさ。うん。いや、丸はつける。あかんねんって。なんで？怖い？丸。丸恐怖症。怖い、そう、怖いね。ハラスメントっていう前にさ、そういう丸恐怖症っていう恐怖症にしたら？つけるのが悪いんじゃなくてさ、つけるのに恐怖症。今さ、恐怖症知っとるあれ。何？えっとな、何やったっけな。面白い恐怖症があって。うん。あ、集中恐怖症。集中しないといけない場面になったら恐怖が起こるっていう集中恐怖症とか。なんか言ったもん勝ちの世の中よね。何それ。ほんでな、うん、いや、もっと面白いのいっぱいあんねんでな。ちょっと待ってな、マルハラで検索したら出てくる。昨日トレンドになったから。何？丸はつけるよ普通に。この何、この動画のタイトル、ハラスメントについてでいいですか？うん。ほんまに。ほらほら、分かった、の伸ばしハラスメントがあってやや冷たい印象になるって。え、なんで？分かったよやんな。この分かったやったら、うん、あのあまりにも慣れ慣れしいみたいな。え、そのえ、あの、なんていうの、その丸とかってなんていうの？何が？句読点。記号、句読点。え、それでさ、文脈を判断せんよね。ニュアンスまで伝えちゃう？待ってよ、出てこうへん、昨日のツイート。ハラスメント。マルハラって初めて聞いたわ。ちょっと待ってな。うん。ツイッターに出てくるんすか？うん、昨日、あの、全部出てきたよ。ハラスメントの。何々ハラスメント系シリーズ。ハラスメント一覧みたいな。それで大喜利ができとったからさ。そんなさ、ハラスメントって考えて生きてないよね、みんな。みんなそうやろ。そうやってテレビとかで言うからそうなるんじゃん。まあ、一番受けたの差し払いけど。差し払い。サシが自分で言って。あ、そうな、うん、自分がやった、うん、そのなんか後輩に対してのハラスメントをサシハラって言い出して。やっぱりおもろい。あ、え、あ、ブラッドタイプハラスメントや。ブラハラ。大型はこうよねっていうことやろ。あの、自分が暑いから寒いからって言ってエアコンをつけたり消したりする会社でな、うん、するのをエアコンハラスメント、エアハラっていうらしいです。あーあ、あの、妊婦さんに対して、うん、例えばバスの優先座席に座っとって、うん、あの、妊婦さんやと気づかんと、うん、何？この足の悪い人に変わったりよみたいなことを言ったら、うんうんうん、またハラらしいです。マタニティハラスメント。え、なんでだから、妊婦やのにみたいな、妊婦やのにまたハラされたよって言うねんて。妊娠してるのに嫌な思いしたよってこと？そう、そうそう。そんな言い方せなあかんの？別にええんちゃん。
いや、あかんねんって。あかんねん。いや、違うよ。名前をつけんでもいいやん。そこにな。いや、みんな言いたいんやろ。勘違いされたわーで済むことをさ、そんな、ハラスメント受けたわーって言わんでも、よくない？じゃあ、アルハラは？アルハラ？うん。アルツハイマー？え？違う？違う。アルツハイマー、え？ある。うん。え、どういうこと？ある。アルコール？うん。うん。アルコール？うん。飲め飲めって言って。え？アルハラ。ああ、そうな。うん、ハラスメントなのね。なんか生きにくい世の中になったわね。いや、それコメント欄にも書かれとった。そんなにいっぱいハラスメントあるんや。なんでそれさ、名前つけるかってさ、流されへんのやろな。だからまあいいかにならへんのやろな。うん、すごいな。昨日のツイート見せたいのにな。めっちゃ種類あってんで。そうな。ハートしてない。いいね押してないよ、から見る、うん、いいね押してないかな。今度からスクショして送るわ、面白いなったら、うん、こんなん言われたとかさ、なんか笑い話で私の年代が多分テケテケしとんねんけど、うんうん、なあ、またお酒勧められてさとかって、そうやのにな、ハラスメント受けましたってなるん、そう、うん、すぐツイートされる、そうな、うん、なんか今日は何腹にあったよみたいな。アレクサンダーさん亡くなったね。誰？アレクサンダーさん、鉄の灰の人。うん、説明されても分からへんかったわ。鉄の灰、あの小児性、小児麻痺にかかって全身が麻痺したから、うん、6歳の時に、うん、人工呼吸器の一種の鉄の灰、こんな機械に入って過ごして、口でペン持って本書いてある。え、そうなん、うん、この人超有名やで、私世代の時に超有名や。鉄の、あ、自分が灰の中、灰を鉄で作ってその中で進んだってこと。そうなあ、チェルシーあと1個しかない。ちょっとしか入ってないよな。ヨーグルトスカッチャ美味しい。ないわ、ハート押してないわ。ないか。また面白いハラスメントあったら言うわな。ちょっと待って、アメちゃんがこれ愚痴払うよ。アメちゃんが出てきた。マスクの中にアメちゃん、これ愚痴払うやろ。愚痴を愚痴愚痴言うハラスメント、ほんまに出てきた。食べかけを出すな。出てきた。ぐちぐちハラスメント、ぐちハラ、うん、生きにくい世の中になったな。嫌 やわ私そんな。いや、でもそういう世の中やねんね今、うんうん、令和の子、うん、令和の子って何、令和の子ってさ誰、心ら、うん、本当は昭和の子ちゃうわ、平成の子、平成の子でね、うん、あの子らじゃセーフやな。なんか令和の子がアウトみたいに言ってもたけど、うーん、どうなの、今の就活生が、うん、あの週ハラって言っとるからな。え、就活ハラスメント、あの面接官から受けたハラスメント。ちょっとハラスメントとはそれに対して、うん、あの面接官がこんな質問をすると思ってなかった、なんで先生は教えてくれないのっていう、先生に対してのこの何、週ハラだっていう、嫌な思いしたら全部ハラスメントなのね。皆さん気をつけましょう。そうなの、悲しい世の中だ。そんな風に育てた覚えはないぞ。時代やな。はあ、怖すごー、怖、いや、そんな。